こんにちは、平井博明です。突然ですが、頭残せと言われたことありませんか？右肩突っ込むなって言われたことありませんか？それ逆じゃないですか？僕はですね、ちょっとこの2つに対してちょっと今日動画を撮っていきたいと思います。平井博明のワンナップゴルフ。まずは頭残せって、僕レッスンやってる時に頭残せって言われたんで頭残してますって言って、こういう風にやってる方結構いらっしゃるんですよ。まあちょっと後で詳しく説明しますけども、あと右肩を突っ込むなっつってこうやってやってる方結構いらっしゃるんですよ。ちょっとふざけて大げさにやっちゃいました、ごめんなさい。頭を残すって何のために頭残してると思います？頭残せって言われた時に理由説明されました？されてない。これ大きい問題です。なんで頭を残さなきゃいけないかというと、もしかしたらすぐもう答え出ちゃうかもしれないんですけども、頭を残す理由というのは前傾姿勢をキープしてくださいねという意味合いで頭を残せというふうに言う物語が出来上がったっていうような感じですかね。なので前傾姿勢がキープできてたら頭なんかどこ向いててもいいです。目つぶってようが上向いてようが、アドレスした前傾姿勢がずっとキープできてたら結局関係ないんです。ちょっと知らない方いたら申し訳ないんですが、デビッド・デュバルとかですね、アニカ・ソレンスタムはこうやって打つんです。あんなスーパースターがもしそのことが原因で活躍してないかもしれないんです。なので前傾姿勢がキープできていれば頭は残さなくてもいいんです。で、なんでそれをお題として取り上げたかというと、頭を残しすぎて体が回転してない人がめちゃくちゃいるから僕が言いたかったんです。頭を残しすぎてる人いるんですよ。一番加速するとこですよ、インパクトって。一番加速するところで一番ブレーキ踏んじゃってるのが頭なんですよ。頭を残してボールを見ようとするんで、もうこっから体がいかないんですね。フィニッシュをでも取らなきゃいけない、取ろうとするんで左肘を抜いて無理やりフィニッシュを取る方が多いんです。ちょっと話がまた大きくなっちゃいましたね。でもこういうことがあからさまに起こってるんです。なので頭は残そうとしないでください。残ってたらラッキーで、前傾姿勢の方を意識してキープしてあげて打ってあげた方がよっぽどいいスイングします。これと一緒のことで、右肩が突っ込むから突っ込まないように打ってる方結構いらっしゃるんですけども、右肩突っ込んで打ってみますよ。全然普通ですね。右肩今度逆に止めて打ってみますよ。スイング、ごめんなさい、できません。これぐらい先ほどの頭と一緒で、インパクトってとにかくこのインパクトゾーンというのはすごくスピードが加速する部分なんです。その加速する部分で動きを止める作業というのは僕は一切おすすめはしないので、動くんだったら動かしてあげてください。突っ込むんだったら突っ込んで打ってみてください。それで10球打ってダメな球が10球出るんだったら、それは動画をスイングで撮っていただいて原因を追求する、突き止めるってことが大事なんですけども、僕的には右肩じゃない気がするんです。頭が残ってないからじゃない気がするんです。他に原因がある気がもうすごくするんです。なので本当にその直してる部分が悪さをしてるのかどうかをチェックすることがまず大事です。意外とですね、頭残す一つにしてもできているのに言われたから過剰意識でやりすぎてしまうことが良くないです。それは右肩もそうです。右肩ってすんなりこうやって回ってればいいのに、綺麗に動けてるのに右肩って止めた方がいいんだよって言われて止めて、結局いいスイングしてたのも崩してしまう。こういうことってゴルフのスイングめちゃくちゃあるんですよ。本当にその言ってる方がちゃんと理由も説明してくれて、映像として今こうなってますよと、
こういう原因でこうなってますという説明聞けた方がいいです。でその取り組もうとしていることで今取り組んでいること、それが何のためにやってるのかがはっきり明確な方がいいです。いや言われたからやってるんだよというのが一番良くないので、必ず何をもって何のためにやってるのかっていうのを必ず本人が知るということがめちゃくちゃゴルフのスイングって大事なので、その辺はですねぜひぜひ頭を残す一つにしても右肩を出さない一つにしても必ず何のために出さないようにしてるのか、まあでもごめんなさい何回も言いますけど出た方がいいスイングすると思いますけどね。頭も別に前傾姿勢がキープできてたらすごくいいスイングすると思いますので、チェックの仕方を変えてみるのも大事かと思いますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。で今回の動画は以上になります。ありがとうございました。